こんにちは。こんにちは。今日はですね、心拍の手入れをやっていきたいなというふうに思ってます。使う心拍こちらなんですけども、うん、2年前ぐらいにですね、ここメインのオビスさんにいただいた木でして、はい、まあ、この口をいっぱい買わせていただいた中で1個じゃあカンチにあげるっていうことでプレゼントしてもらったんですけど、オビスさんのところ畑で育てたそうですそうですやつですね、はい。で、まあ、今はこれぐらいのは多分あんまないと思うんですけど、うん、当時はあったのでそれの中の一つですね、はい。この木に関しては挿し木から作っているっていう中で一回走らせて太くしてるんだっていうのを大木さんおっしゃってました、うん。で実際僕もそのように、ちょっと走らせて太くしている最中なんですけど、だいぶね2倍ぐらい太くなりました、うん。放置してたわけじゃないんですか、これ。で、オビスさんからこれをやってねっていうのがありまして、うん、はい、この走らせるところの先端はそのまま伸ばしちゃってくれと。あ、で、ちょうど中間の辺、この辺のあたりの葉っぱを全部取っちゃえなっておっしゃってたんですよ。なんでかっていうと、先端は走らせるために伸ばさないといけないんで、葉っぱいっぱいつけとかないといけないんですけど、中まで全部つけとくと中の方の芽が日が当たらなくて枯れてきちゃうので、はい、結局これ全部使うわけじゃなくて下だけでちっちゃく作りたいので、うん、下の枝が枯れちゃうと困っちゃうので、はい、その対策で、中間の葉っぱは取ってあげてねっていうのを言われたので去年までそれやってました、はい。で今年サボっちゃいました、はい。でこうなっちゃいました、はい、ということでじゃあもういっそのこと、もう短く作り直しちゃおうということで、うん、今回はこれを全部切ってちっちゃく作りたいなというふうに思います、はい。でこれがどうなるか、はい、ってことですね、はい。じゃあやっていきますのでよろしくお願いします。ざっと見ていきたいと思います。ぐるーっとぐるーっとちょっと大変なことになってるんですけど、ね、僕が思う正面っていうのは、まあ、ここかなと思ってます、うん。この立ち上がりのところからよく屈折しておりまして面白い曲が入ってます。まあ差し枝っぽいのが1本ぐーっと走ってまして、その先はこれなんですね。ただこれを全部使うわけではなくて、これの骨を生かして、まあ、このぐらいで止められればなというふうに思ってます。で逆もしかりですけども、この長いのはもしかしたらいらないかもしれない。その上のちっちゃい枝で作っていくような感じかなと。のでまずは大きいの全部切っていこうかなと思ってます。変にそんなに陣にしなくてもいいかなと思ってますので、うん、陣って言ってもこんなまっすぐのやつで陣だとあんまり面白くもないので、もうバツッと切っちゃおうかなと思ってます。ちょっとさ、はい、測っとかない？ここからどこなんですかね。横と縦、横と縦、高さ、高さ37センチ、はい、40センチで、横80センチですね。80センチ、80センチは目標は何センチ？15センチと。15センチ高さ。おお。無理かな？いや、15センチ。15センチ。はい、横は？横は15センチ。15センチ、15センチに、はい、なると、ここから。にしたいと思います。はい。こうご期待ですね。はい。じゃあ、早速落としていこうかなと思うんですけど、じゃあまず最初にですね、ブワーッと密集して生えてるところが1点あります。うん、ここですね、はい。この部分が今見る限りは頭になるかなっていうところですかね、うん。なので、まあ、ここまで切り詰めちゃうと思います。その先にちびっとここにも生えてるんですけど、うん、ここの長さ一貫性長いので、はい、ここが、うん、なのでもうここで切っちゃおうかなと。ここまで伸ばしちゃうとちょっと木が大きくなりすぎちゃうので、はい。毎回思うけど、それの中間みたいな感じでね。ちょっと長めに切っときますね。よし。これすごいですよ、これ。挿し木取り放題。これ、端はいいもんね。これね、めちゃくちゃ端はいいやつなんですよ。うん、短くて詰まって。取っとこうよ、じゃあ。ありがとうございます。どうした？挿し木する？キュウヤーやったね、まだいっぱい出るから、はい、あ15センチになるんで、でもいるといいと思います、はい、水につけておきます。よし、そんな挿し木したかったのか。
お金がない。お金がないからお小遣い稼ぎ。小遣いちょっと時間かかるね。じゃあまずここが取れましたと、うん、で次ここですね、はい、ちょっと見てみるとですね、この中の方枯れてますね、うん、サボっちゃったからですね、はい、中の方が蒸れて日光に当たってないので、こうやって中の方の大事な芽が枯れちゃってるんですよね。こうならないように先端だけ残して中間は取ってねっていうのが多分帆引さんのお願いだったと思うんですけど、お願いをね破ったんだ。ちょっと破っちゃいました。いただいたのに、すいません。あとここですね、はい、長いところはここになるんでここで切ります。切った時ですね、際で切るよりかは少し残してあげた方がいいと思います、うん、際で切っちゃうと枯れ込みがその周りの枝というか葉っぱにも影響しちゃう場合があるので、ちょっと長めに切ってあげる方が安全です、はいはい、残した枝にってことで、ね、ですね、はい、で次ここの太いやつですね、この周りもね結構意外と 太いのと細いのの差があるので、太いの切って周りの細いやつを残します、はい、これはちょっと長くしとくか、1、2するかもしれない、するかもしれない、何しとくか。で陣処理なんですが、こういうところで切れ込みを入れればこれ以上抜けないでねってガイドラインができるので、こういうところをやっとここで潰してあげて、こう綺麗に抜けます、うん、続いては裏ですね、こいつかな、うん、これを取っちゃうと裏枝にならないなる、あーでもあるか、これでも使えないですね、こんな長いのね。そうですね、ちょっと全然関係ないけど、はい、赤松と心拍ばっかなんで、じゃ次違う樹種で業務連絡です。今何されてるんですか。今どこを抜こうかなと思ってました。枝の配置を見ながら剪定ってことです ね。今で言うとここが多分差し枝になるんですね、うん、はい、でこの枝がいい枝なんですけど、ちょっと間延びしてるっちゃ間延びしてるんですよ、うん、枝元ないですね。そうで使うなら寄せないといけないし、うん、使わないんだったら上から下ろしてくればいい話なんで、うん、どっちにしようか、いらないかな、いらない、はい、来てます、はい、だけ、まあ、もうだいぶちっちゃくなりましたね。そうですね、これだけちっちゃくなると需要が多い大きさですよね。そしたら次の作業に移ります、はい、で今度はちょっと中の方の汚い皮が荒れてるところだとか、うん、はい、枯れてる葉っぱを取り除いていきます。まあ帯さんいつも言うんですけど、あんまりブラシでゴソゴソやると中の芽吹きが良くないよっていうのをおっしゃるんですけど、現状これだとこれから針金かけるので本当にガーってやるわけじゃないんですけど、ある程度やってあげないと、この今現状虫の巣があったので、うん、そういうのは取ってあげると思います。はい、幹を磨くと、根洗いブラシで磨くと、はい、こういうのは根っこが生えようとした後ですね、気根みたいな、なんて言うんでしたっけ、なんですかね、これ気根みたいな名前ですよです、はい、ここに今虫の糞が溜まってたので、土だと勘違いして出そうとしちゃうんですよね、これって根っこ。磨くと芽吹きが悪くなるけど、磨かないと虫とか入ってくる。芽吹きが悪くなるっていうか、そのせっかく芽吹いたところを取っちゃう可能性がある。芽の元を傷つけるみたいなことですね。そうですね。うわ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 。うわ。でも根っこ入ってる。取り消しよっか。頭なんですけど、うん、ここに今作ってるんですけど、はい、こっちにしちゃおうかなと思ってまして、さらに小さく、さらにチェックして、で、なんでかっていうと、ここの長さ裏から見るとすごい長いんですよね、ぎょーっと、うん、で、この中間も別に枝が生えてるわけではないんですよ、うん、この間が空いちゃうんですよね、うん、
なるべくちっちゃくしてコンパクトにした方が木も太く見えるので、うん、ここまで全部取っちゃおうかなと思ってます、はい、とあとはちょっとぐるっと一回転一回りしてるので、うん、展示にしちゃおうかなと思ってます、はい、でこれは全部じゃあ取っちゃう。この辺の枯れたやつもちゃんと処理をしとけば枯れないで済んだかもしれないですね、うん、お手入れが大事ですね。手入れはね、特にちっちゃくしたい木だから、うん、ちっちゃくするならやっぱり懐の目ってやっぱり重要なので、そういうとこやってやってあげないとこうなっちゃうんですよね。いろんな虫が出てくる。うーん、木の中に虫がいるの？川の中、川の中にいるんだ。食べにくいですね、うん、はい、こんな感じ、はい、やりました。そしたら、使っていく枝を剪定していきたいと思います、うん、はい、今バーッと短い枝だけ残っている状態なので、うん、使う枝使わない枝を選別しながらやっていこうと思っているんですけど、基礎となる枝を作らないといけないんですね。今ここに差し枝っぽいようなのが1個ありますね、うん、例えばこの辺の下に出てるひょろひょろとしたやつなんかは絶対使わないので、こういうのをどん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 切っていくんですね。でこれが骨となるように、はい、そこから出たこういう葉っぱを使って棚を作っていくという感じですね。どこまで長さ作ろうかなって考えた時にやっぱりそんないらないんですよ、長さって、はい、この木に対して。なのでこれぐらいだと思うんですよね、はい、ここで取っちゃってもいいかもしれないです。この辺とかも針が履きやすくするために若干元の方から生えたこういうちびっちゃいのも取っていきます。そうすることによって針金がかかりやすくなります。恥ずかしい、恥ずかしいをしてこれ枯れたのも取って、こういうところもですね、はい、止めてあげます。だからおおよその輪郭を整え、長さ決めちゃうというかね、で大きくやるところはそこまでないかなと思ってまして、うん、現状この裏がちょっと寂しいので、はい、裏ない足りないところにちょっと太いのを持ってくるっていうようなイメージですね、うん、裏枝に針金掛けの話ですね。針金掛けです。差し枝はこれなので、棚を作るように細かいのを作っていくのと、うん、逆の枝はこう下がっていくっていう感じですね、はい、下枝から作っていこうと思います、はい。裏枝、うん、裏枝がないのでここから回して裏枝にしてます。全然見えないけど、こういう感じで、うん、作るんですね。左右からこう引っ張ってきて、そうですね、あと頭だけ、頭だけ、はい、タグできまして、ちょっと陣が削りっぱなしみたいな感じなので、はい、切りっぱなしみたいな感じなので裂いていきたいと思います、はい、こんないらないんでこれぐらいして、
完成しました。完成しました。心拍の針金掛けを行いました。ポイントとしてはまず最初に走らせて太らせたっていうキーなので、うん、まず思いっきり切って、はい、元の方の胴吹きの葉っぱだけで作ったっていう感じですかね、うん。まあ、先ほど言った通りその先端だけ伸ばして中の方に光を当てようっておくとこうやってちっちゃく作ることができるので、はい、そういうやり方をやってみるといいんじゃないかなっていうような実例ですかね。すごいね、はい、シャリはね人間だけだけど、シャリはもうちょっとあの葉っぱが落ち着いたりとかしたタイミングでやっておきようかなと思います、はい、どこかね落ちるか分かんないから、はい、今はこの段階でちょっと我慢して、でちょっとあの切り込みのところはカットパスタみたいなの貼ってあげるといいと思うので、あとちょっと貼っておきますね、うん、すごいですね。ちゃんと綺麗にできるもんですね。あそこから盆栽らしくはなったのかなと思います、うん。またこの先葉っぱとかが増えてくるとより、ね、棚も重厚感が増してくると思いますし、うん、もしかしたらこの辺が長いかもしれないですね今ね、はい、なのでこの辺も詰めていけるともっと締まった印象になるんじゃないかなと思います。すごい。フライダも一応は作れたので、なんかそう枝ない生えてないですもんね。ちょっと無理くりなんですけど持ってきて、横から持ってきて、はい、作りました。だからこれが最後効いたですね。聞いたですね。聞いたですじゃあ測ってみますか。はい。目標は15センチということでしたけど。15センチで。はい。お、なんと10センチ。10センチ。さらに小さく。はい。横はちょっとオーバーしちゃったかな。18ぐらい。はい。17.5 とか。はい。18かな。18かな。素晴らしいですね。ちっちゃくなりました。なりました。さっきこういうのが、うん、全部ついてたんで、そうですね、はい、信じられないですね。こんなこともできるのも胴吹きの目があってこそなので、はい、そういうような作業をやってちょっと太らしてみてはいかがでしょうか、はい、でここからまたシャリ作ったりとか、うん、葉っぱとか増やしていったりとかすれば、うん、もっと立派な木に、もちろんです、鉢小さくして、鉢小さくして締めていって、うん、詰まっていくともっといい木になってきますね。こういう枝にもシャリ入れてあげるといいかもしれないですね。そうですね、はい、ということで面白かったです、心拍のちょっとちっちゃくしてみたっていう感じの動画になりました、はい、この動画がいいと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします、はい、Please subscribe and thumbs up. Thank you. Bye bye. ありがとうございます。ありがとうございました。さっき話したけど、ヒルマさんがやきもち焼くんじゃないかって。何ちっちゃくするシリーズは俺のだぞ。これで薄い、いやいや、ね、そんな別に挑戦待ってます。挑戦待ってます。ヒルマさんの挑戦をお待ちしております。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、9月の14、15、16で、開催しました東樹園盆栽フェス、多くの方にご来場いただきました。大変ありがたい限りです。毎年のことなんですけども、本当に初めて来ましたとか、これを機にやってみようと思うんですっていう方が増えているのがすごく嬉しくてですね、毎回来ていただいている方と初めての方と両方多いっていうのが自分の中では やりがいに感じるというところでして、今後も、引き続きフェスを開催した際にはそういう方がもっと増えてくれればいいなというふうに思いでおります。あんなことやこんなことありましたけれども、まずは、お来場いただいた皆様ありがとうございました。来年も頑張りたいと思いますので、ぜひ今年来れなかった方でも、今年来ていただいた方でも、また来年お越しいただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。